読谷村にある世界遺産ザキミ城跡。ザキミグスクといえば琉球最古のアーチ門を持つ城壁。その構造が力学上強靭なものであり、古より橋や建物、道路など耐久性が必要とされる場所に利用されてきた。運動を理解しなければこの世のことはわからない。多岐にわたる研究から万学の祖とも言われるアリストテレスの言葉である。アーチ門はアリストテレスが生きた紀元前の古代ギリシャまで遡ることができる。ギリシャ文化を受け継ぎ、アーチ構造を本格的に多用したのは古代ローマだった。円形闘技場のコロッセウムはその代表。アーチ門っていうのは通常 の四角いような門ですと、圧力がかかって崩れやすくなったりしますけど、アーチ門の場合はもう円形ですので力を分散させながら作られておりますので強度が強いというふうに言われています。それから1400年後、琉球に生きた御三丸。彼もまたアーチ構造の運動力学を理解した男と言えるのではないだろうか。琉球の戦国時代を生きた御三丸は、自らのグスクを闘技場のように見立てたのか、より強靭に、より堅牢に高みを目指す。そのために新しい技術を使うだけでなく、研鑽していく姿勢に胸を打たれる。御三丸が夢見ていた築城哲学は、中グスクグスクで完成されたのだった。